さて、ここ武道館に祝電が届いております。読み上げます。サグラダファミリア様からいただきました。この塔は私です。建築が長くかかってごめんなさい。もう少しで完成です。その日にはきっとやっとどうもサグラダファミリアですと挨拶できます。分かる人だけ分かってください。失礼しました。ありがとう。今日はいい声がかかりますね。じゃあ次うまくいったら指笛も期待しております。うまくいったらって何ですか。祝電を読んでるんだったね。藤井聡太様よりいただきました。まあそうですね、まあ、文章の人ですけど、まあ、だんだん早口になりますので、なんか聞こえない感じで、まあ、そうですね、でも、まあ、そうですね、まあ、自分でも自分で考えて、そう、八巻取ってみられたら、まあ、まあ、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、指笛。あれ、うまくなってる。私の青い鳥親衛隊。続いて祇園での祝辞が届いております。今流行りなんでしょうか。祇園での祝辞、女優の高畑敦子様よりいただきました。ガタ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 、ありがとうございました。そうですか。ではもう2名ほど。キューちゃん様、高橋直子様よりいただきました。ガラ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 、ありがとうございました。そうでもなかったですか。最後に自民党の二階俊博様よりいただきました。ガラ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 、ありがとうございました。